こんばんは、総価塾の久保です。今日は19時から中丸トレーダーをお招きしてですね、FX について語り尽くそうと、FX でどのように勝っていくのか、そして FX でどのように人生を作っていくのかということをね、お話ししていこうと思いますけども、先ほども予告の方でね、番組の方で失礼しました、申し上げましたけども、中丸トレーダーもうちょっとしたらいらっしゃいますんで、お楽しみにお待ちください。それでですね、今日お伝えする内容なんですけども、まずは中丸トレーダーがどんな方なのかという自己紹介から、中丸トレーダーね、私との出会いっていうのがあるんですよ。これがね、もう5年ぐらいになるんですよね。5年とか6年の前になるんですよ。まあ、お互いその頃はね、何者でもない、何かになろうとしている、なんかエネルギーたぎる一人のね、男だったわけですけども、現在はですね、私なんて比べ物にならないぐらい中丸トレーダーはもう宇宙の彼方に行っちゃったんですけどもそういった経緯もね、お伝えしていこうかと思います。その辺でですね、結構オフ会とかでお話してるんですけども、暗号通貨とかね、投資の世界の裏話とかっていうのも結構あるんですよ。いつの間にか私もね、こういう風な裏話を知る立場になったというか、裏話を作っていけるような立場になったということで、ひろこさんどうもこんばんは。矢野さんもいつもありがとうございます。すごくね、今振り返ってみると、こういう世界とかこういう情報の中に私もどっぷりと生きてるんだなと思うことばかりでございます。中丸トレーダーまだいらっしゃってないんですけど、ちょっと招待してみましょうか。どうするのかな。ちょっと待ってくださいね、まだいらしてないですね。これか、招待というのをして、招待させていただきました。招待したんですけども、どうなってるのかな。これちょっとね、すいません、お待ちくださいね。なんかね、おかしくなっちゃったですね。本当にこれがあるから困るんだよね。こうか。はい、すいません、お待たせしました。皆さんお集まりいただきましてありがとうございました。改めて、総価塾の久保でございます。私もですね、投資を始めて、もう3年になるのかな。2017年は一度も勝てなかったわけですよね。神谷さんどうもこんばんは。春さんもこんばんは。ちょっとコメント終えなかった皆さんすいません。今13名の方がいらっしゃってますけども、まだまだ増える見込みでございます。またリアルタイムでご覧になれない方とか、ちょっと今回聞き取れなかったなって方には、後ほどね、YouTube の方でもアップロードさせていただきますので、もしかしたらこの動画を見てる方は YouTube をご覧になってる方もいるかもしれませんね。ちょっとエアコンつけようかな。はい、それではですね、FX のライブが始まる前に、私の放送を見てる方っていうのは、お金に興味があったりとか、お金を増やし続けたいなという願望の強い方だと思います。ということでですね、速稼塾の中では、皆さんご安心いただきたいんですけども、例のやつについての発信も結構してますよね。入金がね、ちょっと遅れたよって方もいらっしゃったと思いますけども、完全に解決しましたので、マサさんもこんばんは。完全に解決しておりますので、毎週水曜日、今月は口座の方を確認していただきたいかなと思います。正確には水曜日に入金処理があるんで、木曜日の朝とか確認に行くと一番いいかもしれませんね。で、10月からは完全に元通りになりますので、今までね、どうなってんだろうっていう方も、もう全く心配することないですから。ただ全く心配することがないっていうと、またね、無茶なことをやりだすんで、私はもうこの例のやつについての発信とかはもう本当に控えていこうかと思います。サポートにとどまってですね、あんまり話さないようにしようかなと思います。で、改めて申し上げますけども、 FX もそうなんですけども、リスクヘッジを必ずしてくださいね。で、むちゃくちゃな金額いくような、そういう方はね、投資の世界に来ないでほしいと思うんですよ。本当にね、そういう方に限って動揺を人のせいにしてしまったりとかね、自分の責任でやるってことができないんですよね。で、自分で選べないんだったら、やっぱりやるべきではないと思いますしね。中村さん、ライブに招待します。はい、じゃあお願いします。はい、中村トレーダーいらっしゃいました。一緒にライブができません。なんでだ。ライブに招待追加してもらえませんか。参加を希望。よし、これだ。はい、OK です。はい、承認する。まだかな、追加中になってますよね。もうちょっとですからね。柳田さんもこんばんは。柳田さんもこんばんは。どうも、お疲れ様です。おはようございます。はい、おはようございます。聞こえますか？聞こえますか？聞こえますか？聞き取れます。はい。はい。若干高まります。声が小さい。本当ですか？皆さん聞こえますかね？
15名皆さんお楽しみにしてくださいました。 あっという間に、さすがですね、中村さんが来ると20名に激増しましたね。これ聞こえ大丈夫ですか、ね、すごいよく聞こえる。よろしくお願いします。よろしくお願いします。あ、どうも、ライブね、竹井子さんと神崎さんもいらっしゃいませ。はい、じゃあ本日もね、中村さん、国家塾プレミアムセカンドについていろいろとお話を聞いてい、いこうと思いますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。でまずですね、私の方は今自己紹介させていただいたんですけども、改めはい、すいません、 OK ですか。大丈夫です。中村さんの方で自己紹介をしていただくと助かります。はい、現在28歳でございます。はい、渋谷に東京都渋谷に住んでいまして、18歳から22歳まで歌舞伎町でホストをやった後に、起業しまして、はい、そこから投資家として、うん、今トレーダーとして活動させていただいております。はい、現在に至るということですよね。そういうことです。はい、でまあ私とね出会ったのっていうのは、またこういうライブをするといつもお話しさせてもらうんですけども、もう5年ぐらいになるんですかね。そうですね、5年ぐらいですかね。うん、多分2013年に、まあ、例の塾に入った時は多分こう同じところにいたんでしょうけども、まだお互いにね、出会う瞬間もなくって、その年の暮れぐらいになんかお互い意識したのかなってところですけども、あれから早いもんで4年5年と早く経ちましたね。そうですね、僕も20代後半になりました。はあ、そういえばそうだ、今、はい、そう20代後半でやっとすごい、はい、で、あの頃っていうのはだからその5年ぐらい前かな、5年ぐらい前っていうのは FX じゃなくて株をやってたんですかね。そうですね、株をメインでしたね。そこからまあちょっとずつ FX にシフトしていくんですけども、はい、メインは株をやってました。うん、その頃FX にこうシフトしていくときって、多分今から FX をする人と結構気持ちが近いと思うんですけども、株から FX に乗り換えるときにですね、 FX のなんかこの難しさとか大変さっていうのはなんか覚悟されてた部分ってあるんですか。いや、結構ノリで僕は FX やってしまったので、はい、なんかこう多分逆に知識がありすぎたらできなかったかもしれないんですよね。そういうパターンもある。はい。うん、はい、勉強とかはしてなかったですね。まあ、なかったですか。はい。今は結構投資をがっつりやっていて、きっとね、これからの、まあ、日本とか世界とか金融とかね、それから税制ってのも日本はどんどん変わっていきますけども、この辺にものすごくね、関心とか危機感を持ってると思うんですよ。はい。なんか中村さんがこう金融のことを考えたとき、とか税制のことを考えるときに、うん、なんかね、今真面目にコツコツ皆さんね、多くの方が働いてらっしゃったりとか、失敗しながらも投資やビジネスに挑戦してると思うんですけども、なんか危機感みたいなのとかは中村さんとしてはどういうふうに感じてらっしゃいます？まあ日本の税制に関して言うと、うん、まあ、消費税 10% まあ難しいことはあんま言わないようにするんですけど、うんうん、まあ、デフレっていう、要はお金が回らない状態なわけですよね。はい、うん、でその物価が下がっていくと、はい、まあ、売れないから物を安くして、まあ、安くすると企業が儲からないから給料が上がらない、はい、儲からないから企業の利益が上がらないから従業員の給料も上がらないと、従業員の給料が上がらないと、はい、お金が回らない、誰もお金使わない、はい、っていうまあのがデフレなわけですけども、はい、そこに消費増税をするっていうことがもうなんかすなんでなんかすごいなって逆にすごいです、ね、でもそうすごいことをやろうとしてるので、まあ景気は落ちるだろうと、そうですね、そういうことやってるんであればですね、
で、マレーシアとかは消費税消えて景気が良くなったりとか、イギリスとかはリーマンショックの時に消費税を下げたりとかまして、景気を回すっていう政策を取ったんですけども、まあ、日本はこのデフレで不景気で株価もなんかこう釣り上げて無理やり ETF と日銀とか、まあ、年金機構とかがですね GPIF が買い上げて無理やり釣り上げている中景気がいいとか言ってほざいてるので まあもうこれは本当厳しくなっていくんではなかろうかとも思いますし、まあ、少子高齢化だったりもありますし、まあ、自然災害とか、あ、もうあとまあ年金ですよね。年金も足りないと。足りまあなんないでですこう無理ゲーだなっていう感じですね。もう本当にそうはですね。で、やっぱり税制に関しては多くの方が、なんかすごく疑問を持ちながらも、毎日忙しくって、しっかり知ることってできないと思うんですよね。はいはい。で、そういう意味で言うと、これは仕方がないんですけども、危機感っていうのは持ちにくいのかなと。漠然としたものはあるけども、どこに対して何を向けていけばいいのかってことが分かりにくいと思うんですよ。しかも対策も分からないと。なんとなく投資をすればいいのかなというふうなことは思ってると思うんですけども、投資のその税制っていうのがものすごく有利っていうのはね、知ってる方実は少ないんではないかと思うんですよ。20%ですからね。そうなんですよね。私店をやってたんですけども、55%かかるんですよ。そうですね。なんじゃそりゃと思いますよね。毎そう日なんです出よね。勤して、仕入れして、従業員教育して、さあ売上100円、200円、1000円、2000円と上げて、トータルで決算してみると、半分以上税金、さらに住民税、さらに消費税、で、予定納税。予定納税はすごいですね。なんか次の年、利益が出たのに、次の年、商売できなかったりするんですよね。そうですね。だからこういう現状を抱えながら、中小企業の経営者さんっていうのはやりくりしてらっしゃったりとか、あとは元請けですよね、大手企業からの下請けをされている中小企業さんは、税金に対して、消費税に対して、なかなか価格に転嫁できなくって、もうかなり厳しい思いをされていたり、赤字なのに消費税は取られちゃうとかね、ものすごく恐ろそうでしすいなね。というところもあったり。それからね、私ね、今年すごく危機感を感じたのは、新規法人作ると、なぜか法人口座ってむちゃくちゃ作りにくいんですよ。いや、去年までむちゃくちゃ簡単にできたんですよ。そうなんですか。去年はね、受付窓口に行って、10分後にはもう持って帰ってたんですよ、口座を。だからね、私もなんか毎年のように法人作るんですけども、今年はなんかね、そこがスムーズじゃないんですよ。もう長い取引の銀行でも、いや、今年はなかなか難しいんですよって言われて、そうは言ってもできるだろうと思ったらできないみたいなね。ここら辺にも、おそらくですけども、法人に対する、かなり税制で有利なんですよね、法人税っていうのは。そうですね。法人を作らないようにして、なんか、個人の所得税で分取っていこうっていうのね、そう、悪く思えばそういうところも働いてるのかなと思っちゃいますよね。怖いですね。怖いですよね。うちまあ、もこれは作れなまた、かったんで。難しいですよね。そうそう。で、今書かれてますけど、コメントで。やっぱり、ね、還付ってのもあるんですね。消費税還付っても。輸出企業に対して、莫大な還付がされていて、大手企業で輸出企業っていうのは、はっきり言ってその利益のほとんどが、ほとんど実は言い過ぎですけど、利益のね、かなり大きな部分が、還付されているものであって、労働の結果ではないっていうこともあったりするんですよね。まあこの前ですけど、上場企業の内部留保金が過去最高金額になったってニュースが出てて、500兆ぐらいあるんですよ、内部留保金。まあ、要は企業の貯金ですよね。めちゃくちゃありますね。まあ、これをその法人税下げて、ここ取ればいいのに、そ法人税下げて消費税上げるっていう、まあ、内部留保金いっぱい溜まってんだったら、そこに課税すればいいんですけど、う。まあ、そういうのはしないと。そういう大きな政策なんでしょうね、政府が。そうですよね。だから法人税の内部留保の1%を課税するだけで、消費税2%上げたのと同じ効果が出るみたい そうですよねな。本当だと思います。恐ろしいことだなと思いますけども、やっぱりそういった状況に、なんですかね、不満を抱いても生きていくしかないんで、なんとか突破口を見出そうとすると、私はやっぱりね、自分でビジネスを所有したりとか、その先にはインベスターとして生きていく道しかもう残されてないんだなとは思うんですけども、その中でもやっぱりね、一番
こうやり方が確立されていて学びやすくって透明性があってトリックが入ってこない、この FX っていうのはむちゃくちゃ私たちのね、この味方についてくると思うんですけども、やっぱり多くの方が知りたいのは FX って怖いんじゃないのか、難しいんじゃないか、お金なくなって借金苦になるんじゃないか、特に FX をやって大きな借金ができるって勘違いされてるのはお衣装の問題があると思うんですけども、はいはい、お衣装ってものについてそんなに怖くないんだよってことをね、今日ライブを見てる方に、まあ、説明していただくとしたらどんなお話になるんですかね。まあ、昔そういうのがあったわけですよね。だからその YouTube とかテレビとか見ると破産した人みたいにいっぱい、検索すると出てくるわけですけども、はい、それ昔の話で、国内口座で、まあ、日本がやってる証券会社ですよね、まあ、GMO クリック証券とか、はい、SBI FX トレードとかいろいろあるんですけども、はい、そういうところで例えばですけど10万円入れて20万円の損しました、はい、ってなったら10万円払ってねっていうのが、まあ、追加証拠金お衣装って言われるものなんですけども、これは日本だけでしか適用されてない制度で、海外の証券会社、まあ、有名なところだと XM とか、はい、FXDD とかいろいろあるんですけども、そういうところで例えば10万円入金したら10万円以上の損はもうないんですね、まあ、入金額以上損することはない。だから、はい、1000万入れて1億円損しても1000万で終わりなんですよ。だからその入金額が最大のリスクっていう風な、うん、今の世の中、まあ、海外証券を使ってそういうリスクの取り方ができるのと、まあ、仮にですけどね、国内証券で、まあ、10万100万入れてそれ以上の損をしてしまって追加証拠金になったって時でも、はい、今はレバレッジっていうのがすごい規制されて、昔は国内でもそれこそ海外業者と同じような300-400倍あったのがどん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 規制されて、そういう人が増えたんで規制して今25倍、マックスで25倍までしかレバレッジが上げられない、国内口座は。なのでその例えば100万円入金して200万の損しましたってことはまあまあないわけなんですよね。もう無理なんですよ、そんな損どうやったらできるんだって感じなんで。でさらに言うと昔はサーバーが弱かったっていうのもあってロスカットレートにかからなかったとかっていうのもあるので、今サーバーも強くなってますし、今から 5G の時代なんでその損切りもすごい早くなりますので、その国内証券でやったとしてもそんなに痛ではないとは思いますね。なるほど、はい、ということは日本の証券会社を選ぶときでも使うときでもしっかり選べばそんなに怖いことにはならないってことですよね。そうです、よっぽど下手かバカじゃないといかないです。はい、確かにそうですね。あとはやっぱりこう無理な金額を入れないってことも大事ですよね。まあそうですね、余剰資金で。うん、なぜかね初心者の方に限って結構入れるんですよ。そうなんですよね。でロットとかも全資金量のなんか 10% とか 20% とか結構いっててすごい怖いなと、はいはい、すごい度胸だなと思うんですけども、はいはい、その辺もやっぱり手を引いてどのくらいが許容量なのかっていうことを、経験とね知識の中から教えてくださる方がいるとやっぱり正確に進めていけるのかなと思いますので、まあ、その辺もね、うん、今回始まるプレミアムの方でまた一からね皆さん伝えていただければと思うんですけども、またね他のこうご質問も結構これ事前にいただいてて、はい、これありがちなんですけどもまたかって言われるかもしれませんけどもまあ聞いてください。はい、FX のツールを買ったんですけど、もしくは FX を代行でやってくれる会社があってそこに50万100万っていうお金を預けて毎月運用額をもらってるんですけどこれは大丈夫ですかって、この2つのねなんか疑問質問みたいなのがこれ後を絶たないと思うんですよ、いつの時代も。はい、で私の見解としては FX で勝てない人がツールを使うし勝てない人が代行会社使ってることで判断してもらえたらと思って、自分でうまくできてればこんなんいらないですからね。まあまあそうですよね、うん、だから私はそういうふうに考えてるんで私の考えをそういうふうに伝えることができるんですけども、まあ、中村さんから見て全部が全部変なものではないと思うんですけども FX のツールとかその FX の運用代行会社っていうのは、まあ、どういうふうに捉えていらっしゃるのかなっていうのがね、今回また繰り返しになるかもしれませんけども聞かせていただけると幸いです。
まずその運用に関して言うと、よっぽどいいとこ当たらない限りはない。僕もそういうのやって運用してた側なんで分かるんですけど、僕らみたいなトレーダーってやめちゃうんですよ。その疲れちゃうっていうか、メンタルが疲れちゃうんで、やっぱり自己資金とか大きくなってくるとやめて自分のお金回し出すんですね。あ、確かに確かに、はい。なんで それでもやっていく人とかってまあ いらっしゃるんで、そういうトレーダーさんに当たればあの運用代行っていうのはいいかもしれないですけど、まあ本当に一握り、あの運がもう本当にだからみんないい実績しか出さないんで、はい、どこがいいとかって判断がもうできないんですよね。それこそ海外に住んでる人がやってたりとかするパターンも多いので、はい、直接会ってとかってもう絶対できないんで、まあ、運試しでばらまいていくっていうのはありだと思うんですけど、よっぽどじゃないと運用代行っていうのはまあ難しい、でもしやるんであればインデックスファンドっていう、まあ、普通のファンドですよね、はい、海外でそういうインデックファンドがあって、ウォールストリートとかああいうところなんですけど、なんだ株価に連動していく、株価指数、まあ、日経先物とか、はい、まあ、あとはそのニューヨークダウとか S&P500 とかあの辺 その先物投資、インデックスに投資しているようなファンドをインデックスファンドっていうんですけども、はい、こういうのだと景気に左右されずに利益を出してくれるたりするので、まあ、そういうファンドに預ける、その代わり利率は低いですよ。大体 10% いけばいいか、年間で 10% とか、はい、まあ、よくて 20% ぐらいだと思うんですけど、まあ、それちょっとリスク取りながらそういうファンドに入れていくっていうのはありで、日本の投資信託みたいなものはもう絶対なしで、あれは買いしかできないですよね。あの空売りってシステムを銀行はやらしてくれないんで、暴落したらもう負けるんですよ。でさらにその僕の投資家の先輩とかいろいろ投資ファンドやって、投資信託とかでもやってる人いたんですけど、はいはい、孫の口座を作って孫の口座で運用してあげてたらなんか資金が3割溶けて7割ぐらいになっちゃったみたいなこと言ってたんですけど、要はその買いしかできないってことはやっぱリスクなんですよね。暴落した時にもどうしようもないってことなんで、はい、その空売りをしてくれるようなそのファンド、要は先物とか、株の空売りってのはあんま やれないんですけど、まあ、そういう規制とかもあるので、大体そういうのってインデックスファンドで株価に連動してる先物とかなんで、まあ、そういうインデックスファンドならまあギリ運用はまあギリですよ、まあ、で 10% が出ればいいかなって感じだと思いますけど、はい、年間で年利で 10% です。じゃあ100万預けて10万円ぐらいか、まあ、あと本当に銀行預金ですよね。金利のいい銀行に預けるぐらいしか、まあ、できなくて、その辺になんか転がってる運用の話とかっていうのはもうなし、基本なしです、はい、たまにいいのあるかもしれないです、ね、転がってるのしか目にしない人がその転がってるものの中でどれがいいかなって選ぶっていう人は全部外れくじみたいなもんですよ。まあそうですよね。多分基本的にダメだと思いますね。ダメですよね、はい、特に少資金とかね、なんか何十万とかせいぜい数百万でやるようなものにあんまりいいものはないのかなって思っちゃいますよね。まあそうですよね。基本的にはまあ儲かんないかなっては思いますね。あとは仮に年利が 10% っていうと大きいなって感じる方もいると思うんですけども、やっぱり FX できちんとできるようになると、その年利 10% っていうのがもうバクバクしくてやってらんないなという。まあそうですよね。で資金もなんか一定期間ホールドされちゃうんで出し入れできないから不安ですよね、うん、ずっと。まあ金額が本当に大きければ、うん、年利で 10% でもそれ1億とか預ければ1000万なわけですから、そうですね、そんぐらいの資金があればそういうとこ行った方が1個のポートフォリオとして取っておくのはまあ、いいと思うんですけど、なかなかそんな金ないんで、大体30万とか50万がやっとじゃないですか。だそしたらもう年間で3万ですよね。そうそうそう、もうイデコ買った方がいいですね、ニーサとか。はい、でしかも資金を預けておいて全部満期になるまではずっと含み損っていう形が続くんで、結構毎日心もとないようなね、不安とともに過ごすような感じになっちゃうのかなと。そうですよね。投資としてはあんまり良くないかなと思うところを見ると、うん、いつでも本当に今でも明日でも資金がすぐに出し入れできる、まあ、普通の FX の力つける方が実は近道なのかなとしか思えないですよね。まあそうですね、
ありがとうございます。じゃあ FX ツールなんてのはなんかどうですか。はい、自動売買は基本的にもう全部クソだと思ってます。全クソ全部クソ。FX の自動売買ツールはもうほぼクソ。あ、本当に何個かは見たことあるんですよ。それこそ年間月利 7% とか 5% ぐらいの超安定的に出すものだったら、まあ、何個か見たことあってバックテストも取ってあるんですけど分からない、僕も本当にそれ全部やったわけじゃないんで分かんないんですけど、たまに月利 5% ぐらいのやつならあったりします。はい、あ、月利だ 20% とか 30% とか出してる、あの証拠画像とか出してる変な人いますけど、はい、もあれだデモ講座じゃないかなと思うんですよね。そうですよね。はい、ちょっと違うんじゃないかな。うまくいったところだけ切り取って出すこともできますからね、あれは。はい、自動売買は、まあ、100個ぐらいアカウントやってうまくいったのだけ抜き出して入って出しても、はいはいはい、分かんないですもんね、私たちは。分かんないですね。なんでまあ基本的に無理かなと。自動売買は無理で、ツールは補助ツールならまあいいと思いますね。そのサインツールとかではなくて補助してくれる、うん、はい、自分でなんかこう分析するのがめんどくさいんで、はい、その分析をちょっと簡略化してくれるようなツールであれば、うん、手間が省ける。ずっとトレードやっていくわけなんで、うん、はい、それがちょっと省けるっていうのは時間の短縮になるから、まあ、そういうのであればいいんですけど、結局そこには裁量が絡むので、はい、裁量がないと勝てないよってことですね。じゃあ裁量をマスターした人が、まあ、補助的に使う分にはツールはあるけども、裁量できない人がツールを使うと、まあ、資金の行方は見えているということですね。まあそういうことですね。はい、でそもそもそのツールを購入した時点でマイナスから始まるから、あんまりいいことないですよね。まあ基本的にはツールはの勉強した後に買うのがいいですね。そうですね、はい、確かにそのツールがどれがいいのかって見分けることができるのは、うん、裁量がそこそこ出来上がってからだと思うんで、裁量を諦めた人がツールを選ぶっていうのはすごくなんかちんぷんかんぷんな話のような気がしますね。はい、間違いないです。はい、ありがとうございます。まあ本当に、ね、参考になったと思います。あと何点かお伺いしたいんですけども、もうちょっとよろしいですか。はい、ね、これね、私とね中村トレーダーが同時にライブで出てたら、これは聞きたいっていうのが最高潮なのが暗号通貨なんですよ。はい、暗号通貨ですね。その暗号通貨と ICO っていうのは基本的には危ないとは思っているんですよ。でもその危ない中にも瞬間的に利益が取れる瞬間があるっていうのは、まあ、あるかなと思うんで、余った資金でやるっていうことに関しましては暗号通貨にはチャンスを見出してもいいかと思いますけども、多分ねお金余ってる人いないんで、あんまり興味持たない方がいいなと今はね深く思うんですよ。私はたまたま ADA のプレセールで当たったんで、ADA に関しましてはものすごく感謝もしてますし、未だに値崩れしてないんでいいかなと思うんですけども、ただやっぱり法定通貨の中、法定通貨といっていいのか、上位通貨の中で自分が資金を出せるのは XRP ぐらいで、しかもあんまり予想よりも良くないんで、まあ見通しが甘かったかなと。ただ0円になってないんでね、多少の損失で済んでる部分がありますから、まあ、暗号通貨も慎重にやれば面白い、デリバティブかなと思うんですよ。あくまでもデリバティブ、うん、でもやっぱり最近出てきた概念なんで、投資の経験がない人がやるもんではないなっていうのは、これ最初から思ってることなんですよね。うん、でまあ、中村トレーダーは暗号通貨に関してはあんまりね、好意的ではないというかね、ただチャンスがあったことはどっかで認めながらも、でもそんなことやるよりもこっちやった方がいいよみたいな感じで、まさにその通りだなと私も思うんですよ。振り返ったらまさに思いますね。暗号通貨に時間使ってセミナー行ってなんか資料取り寄せて PDF 読んでとかって全部無駄だったなと思います。私資産が残せた方だったんで無駄でも資金的にはプラスになってましたけども、多くの方は投資の経験がないのにこういうのにどっぷりハマると、本当に1年間棒に振る、うん、資金もなくなっちゃって FX ができないって状態がね今目の前にあるのかなと思うんですよ。まあそんな感じで私は振り返ってるんですけども、中村トレーダーは暗号通貨に関してはどういうふうに振り返ってみますか、お感じですか。まあそれこそバブルは僕取ってないんで、うん、そこに乗った人はやっぱ肯定的っていうか未来を感じちゃうと思うんですけど、うん、僕は客観的に投資はやるもんだと思ってるんで、主体的になって なかったんですよね、そのバブルの時も、うん、で客観的に見た時にお金っていうものはまず何なのかっていう
勉強するんですけども、お金って今も信用なんですよね。昔はその物々交換でやってたのが貝になって骨になって、まあ、金になって今紙幣なんですけども、はい、この紙幣になった時、紙幣ってまあ要は紙木ですよね、元の木で1枚の原価が9960円とかって言われてるんですけども、だいたい40円か30円で作れる、印刷代と人件費と電気代込めてだいたい40円ぐらいならしいんですよね。じゃあ後の9960円は何かっていうと、もう信用でしかないんですよ。もう金と交換できないっていうか、金本位制ではなくなってますので、お金は信用で担保されている。要は日本の国力、経済力とか国民性とか、まあ、戦争しない憲法とか、まあ、いろいろあって、日本円っていうものが信用されて、なんか危機があったりとかミサイル飛ばされたりとかした時には円高に傾く。これは日本が信用されてる、世界的に安全通貨と言われてるのはそこにあるわけですよね。で、その金がいっぱい日本が持ってるからとか、そういうわけで円高になってるわけではないんですよ。そうすると今のお金の担保って信用、紙幣の担保は信用なんで、ドルだって、国際基軸通貨でいろんなこと交換できるからドルに価値があるわけなんですけども、はい、じゃあ例えば暗号通貨にその信用性はあるかって言ったら、僕はなはだ怪しいと、うん、誰も保証してくれないし、例えばインフレとかデフレとかって日本になってますけども、そういう時は金融緩和してインフレをに触れさせたりとか、インフレになりすぎた時は消費税上げたりとかしてデフレにしたりとかするわけなんですけども、そういうのも暗号通貨できない、管理者がいないと。で、一部の特権階級って一番最初に仕込んだやつが、まあ、9割を持ってるって言われてますけども、まあ、ビットコインの総額の9割は一番最初の人たちが持ってるんで、そしたらもうなんか何が信用なのか分かんないよと。で、まあその暗号通貨で需要があれば、例えばその今の基軸通貨が信用できない状態になった時ですね。だから世界中で核戦争をし始めた時は、全ての国の通貨に価値がなくなってくるんですよ。信用できない、どこの通貨も欲しくないってなった時には、まあ金、それこそゴールドが値上がりしたりとか、暗号通貨に資産が流れる、お金、資金が流れるっていうパターンはあるので、その時にはいいんじゃないかなと。うん、だそういう世界情勢を巻き込んだ何かがない限りは、僕はあの信用が保てないかな、信用の担保が暗号通貨にはないんじゃないかなっていうふうに思っております。本質を考えるとですね、その通りですね、はい、まあ、この、ね、説明っていうのは非常に分かりやすかったと思うんですよ、うん、確かに日本って資源があるわけではないですし、うん、現金の裏付けに何かがあるかって言ったら、多分本当信用なんですよね。日本人が信頼されているとか、日本という国が戦争も起こさないし倒れそうにないっていうもの、それからやっぱり、低賃金でも真面目に働くそれもまた信用だと思うんですよね、はい、で、そういうところによると、やっぱり暗号通貨っていうのは信用は確かにないと思うんですよ。期待があっただけかなと思うんですよ、うん、何かが起こるかもしれないっていうことにベットしたから、ちょっとギャンブルに近いのかもしれないですよね、うん、あのこのビットコインっていうのが一等賞で入場するかもしれないって競馬みたいな予想して、一番値上がるのはこれかなとか、人気がない草コインみたいなのも爆上げしたらものすごく儲かるから大穴で貼っとこうかなみたいなんで市場が動いてただけであって、飽きてきたり動きがしばらくなくなると資金を引き上げる人はいても新しく入れる人がいなくなるんで、それは下がりやすいよねっていうことになったりするのかなと振り返って感じるのと、やっぱり自分自身暗号通貨を取り組み始めた頃っていうのは、もう投資でなんて勝ったことがなかったんで、 FX もやり始めた頃一回も勝ったことがなかったんで理解できなかったんですけども、今は FX でしっかりと資金作れるようになると、相対的に暗号通貨の興味とか価値っていうのは、まあ、僕の中でもねすごくちっちゃくなってきて、でも投資の力がついてない時って暗号通貨に期待するエネルギーってすごくねあると思うんですよ、はい、で多くの人はやっぱり投資に手出さないから、はい、ますます暗号通貨っていう新しい市場はみんな用意どんで一緒だと思うけども、やっぱ投資上手な人が買ったりとか最初に仕込んだ人が後追いで買う人のなんですよね、利益を持ってっちゃいますよね。そうですね、うん、まあ、そういうことがね分かっただけでもすごく取り組んだ価値はあったかなっていうのと、それをこれから多くの人に知らせていけるってことも、まあ、自分のね失敗とか思い違いも込みで
大事な経験資産になったのかなと思います。まあ、本当ありがとうございます。はい。いえいえ。で、いよいよね、FX のことにちょっと話を持っていきたいんですけども、単純にいろいろお話をさせてもらったんですけども、はい、単純に FX ってどうやって勝つのっていうふうなことにね、多くの方は単純に興味を持つと思うんですけども、まあ、ここにはね、そんな簡単な方法ねえよみたいな感じで、げんこつ落としてもいいんですけども、まあ、それでもね、優しく答えるとしたら、FX で勝つためには、まあ、どんなものがあるのかなって漠然とした聞き方ですけども、うん、まあ、なんか感じることあります？どうやったら勝てるよみたいな。まあ、勝てるようになるには、まあ、いろいろあるんですけど、一番重要なのは2つだけですね。うん、1個は環境認識。例えばマルチタイムフレームっていうそういう分析の方法が講義の中でもあるんですけど、はい、小さな足を追いかけすぎるとダメなんですよね。大きな流れ、はい、まあ、分かんない人向けに言うと1日で1本ロソク足が作られる日足っていうもの、はい、日足が例えばよこう今日は1日例えば株価だったら1000円で始まって1500円で終わりましたよってなったら500円値上がりしたんで、これを陽線って言うんですけども、うん、この値上がりの中でも小さく分析していくことができるんですね。その中で1時間足とか4時間足とか、もっといくと5分足とか、5分ずつローソク足で作られるように、こういうのをうねうねして結局冷やしになって最終的に1500円で終わったってことなんですけども、短期的に落ちてる場所っていっぱいあるんですよね。飛行機のフライトと一緒で、1回上がったら落ちてからもう1回上がっていくって、こう、まあ、ジャンプする時もそうですけど、1回しゃがんでからジャンプしますけども、チャートも一緒で上がる前って1回下がったりするんですよ。この上がる前の下げを例えばエントリーして負けちゃう時ってあるんですよね。売りにかけてしまうっていう。そうすると大きな全体像は上がっているのにもかかわらず、そのフライトのこの1回の下げで暴落するわけ、墜落するわけではないので、そこの下げにかけて負けちゃう人だ、環境認識がうまくできてない人は負けやすいっていうのが、まあ1点、環境認識ですね、はい、環境認識ができないと負けちゃうよ。だから小さい足を見すぎると負けやすい、5分足とか15分足とか、まあ、1分とかそれこそやってる人はなかなか難しいかなっていうふうに思いますね、はい、がまあ1点と、はい、2点目は資金管理ですね。大事ですね。はい、例えばですけど100戦あって99勝1敗でも全部溶かす可能性ってあるわけですよね。資金管理をミスれば勝率 99% でも1回のミスで全部の資金を溶かす可能性ってあるので、もうそこの資金管理はしっかりやんなきゃ、まあ、投資もごとなんで、はい、リスク管理っていうのをしっかりやんなきゃいけなくて、例えば僕らファンドやってる人たちは、大体1回のミスが 2-3% って大体決まってるんですよ。大体1億円であれば200万か300万を損切りラインとして、はい、ロットを張っていくと、これがだから一撃で 10% とか 20% 溶かすと1000万とか2000万溶かすことになるので、こういうことをするとリスク高すぎるよってことなんですよね。なんでその資金の何パーセントまで損をしていいのかってことはまず頭に入れておかなきゃいけなくて、じゃあ例えば 2-3% じゃ全然儲かんないんじゃないかと思うかもしれないんですけども、これは1億とか2億やってる場合の話であって、例えばなんかこういろんな投資家さんとか変な YouTuber が月利で 10% 出すのはすごいことだ、神だっていう言ってる人がたまにいるんですけども、それはかのウォーレン・バフェットでも年利 20% みたいなこと言ってらっしゃるんですが、あれはもう何兆って運用してるから 20% すごいんですけど、そう、それ例えば10万円とかで 20% 増やしてじゃあ12万になりましたって、これ全然すごくないんですよ。全くすごくなくて、10万円だったら20万か30万にしなきゃ全然意味ないんですね。僕ら少額でやってる人たちっていうのは、なんでそのパーセンテージってよりかは資金管理をどれだけうまくやるかによって、リスクをどれだけ取るかによってすごいっていう風になるわけなんですね。何パー増えたとか何いくら儲かったじゃなくて、うまい資金管理をしないと、それウォーレン・バフェットでもだって 20% ずっと出してるのはすごいですけど、一撃でなくす可能性もあるわけですよね、その資金管理ミスったら、はい、あの人はリスクをちゃんと計算していろんな分散してコカ・コーラ買ったりアップル買ったりしてるわけなんで、はい、そこの資金管理だ、この2点、環境認識とリスクリワード、そのですね、資金管理ができれば割と
まあ、勝てるかなっては思います。どんな手法でも、例えばインジケーター使ったとしても大体5割になるんで、インジケーター使っても大体5割なんですよ、勝率って結果的にまあサイコロ振ったりとか、コインの裏表とか、今日は晴れだから雨だからでエントリーするのと同じような確率にぐらいになってくるんですよ大体、はい、そこに環境認識を入れるとちょっと勝ちやすくなったり、資金管理をやると勝率を上げられたりするので、まあ、そういうのでやればまあいいかなと、まあ、あとはできればインジケーターじゃなくてローソク足を見て本質を見ながらトレードしていくと、まあ、なんで下がってんのかと、なぜ上がってんのかっていうのはインジケーターには説明されてないので、その相場が動いてる理屈ですよね、を、まあ、うまく勉強すれば、その、うん、資金管理と環境認識と本質ですかね、まあ、3つ目言うんであれば本質をしっかり意識するということで勝てるんじゃないでしょうか。ということは、それを学ぶ場所をやっぱり持たないといけないってことにはなりますよね。はい、ぜひぜひ。特に資金管理って自分でできないからお金がないわけじゃないですか。まあまあそうですよね。基本的に自力でやっちゃダメかなと思うんですよ、あのプロフェッショナルになるまでは。はいはい。だからやっぱりそういう意味でも資金管理がちゃんとできて、しかも他者の資金管理にも責任を持ってくれるようなね、そんなところに参加して資金管理とあと環境認識を学んでいくと、これ徹底的にやるだけで私も勝てると思うんですよ。それこそ、うん、あの FX のテクニックとかレベルじゃなくて、これは別のビジネスをやっても人間関係、恋愛でも環境認識と資金管理とか心理管理ですよね、気持ち用の管理とかをやっていけば、本当になんかね、思わぬ結果に結びつくってことはあんまりなくって、思った通りの結果を意識して出せることの連続になってくるのかなと思うんですよね。はい、でやっぱり勝つ方法を今教えていただいたんですけども、じゃあ逆に負ける人の特徴っていうのはそれができてないってことに、まあ、そのままなるのかなと思っちゃいますよね。うん、まあ、そういった意味でもあのちょっと負ける特徴出てますよっていうことをチェックしてもらうためにも、まあ、自分の、まあね、こうついていく人っていうのを決めた方がいいかなというところで、まあ、今回ね、今回ライブ放送させていただく中でもちょっと本題になってくるんですけども、この資金管理をやったりかっこいい、ありがとうございます。どっちがかっこいいですかありがとうございます、まあ、すいませんコメントしないでくださいねこれはでも聞くのがちょっとね愚かだったです、すいません。で FX のね話になりますけども、やっぱりあのビジネスもなかなか難しいと、特に法人を作るのもうまくいかなくなってきそうな時代で、しっかりと稼いだのにあらゆる税金で取られちゃうとほとんど残らないみたいな、これ冗談じゃなくて、私店舗も15年やってきてますし会社の経営もやってきてるんですけども、本当に残んないんですよ。なぜか利益が出たら払いが多くなって、損をしたら損ですね。だからね、以前ね私はね借金と返済利息を払うのに一生懸命だったんですけど、今は税金払うのに一生懸命で納税がなんかこう袋のなんか紙袋もらうじゃないですか銀行で、あの袋がいつかなっていう単位なんですよ。わかります。だからねお金見たら惜しくなるんで、お金見ないようにして下ろしたらその袋のまま銀行に預けるようにしてるんですけどね気持ちがですよね、追いつかないです、すごいなと思いますよ。この稼いでもそっくり持ってかれるみたいな、はい、生活あんまり変わんないんですよ。わかります。まあでも多少豊かにはなりましたけども、でもやっぱり税金払えば払っただけ、その青汁王子じゃないですけども、実はこれも払ってくださいねみたいな後で来るんじゃないかなと思ったら、なんか逆に使えないですね、なんかね。いや怖いですよね、あいつらすごいですからね、どこをつついてくるかわかんないんで、もうその辺も語り続けたらね、うん、税務局とか税務署とかね、あの財務省とかって話したらまたこれ5時間ぐらい続いちゃうんですよ。そうですね財務省の闇は今度で、はい、とりあえずは決められたルールの中でお金をしっかりと守っていく、自分の暮らしを自分の思い通りに作っていこうとしたら、何がしかの投資を目指すしかないかなっていうのと、一番透明性があって扱いやすいのは FX なのかなっていうところで、多くの方はねそこに可能性を見出してこのライブ今30人ぐらいの方が来てくださってると思うんですよ。で、もうすでに速稼塾の中では中原トレーダーにちょっとお手伝いいただいて、速稼塾プレミアムっていうのを去年1年間こうぐるっと、本当1年経ちましたね、3ヶ月の予定だったんですけども、あまりにも楽しくて人気で、はい、オフ会も何回やったか分かんないんですけども人がものすごい集まりましたね。
ありがたいです。あれ何無料だから集まるんですかね、オフ会は。会場代ぐらいいただこうかなって気になってきますけど。でも本当皆さんね、力つけていただいて、で FX に期待とね、やっぱり自信を持っていただいて、なんかすごい世界ができたなと思うんですけども、今回、1年ぐるっと回ってきて、速稼塾セカンドね、第2部を始めていくにあたって、かなり力をつけた方も前回でいたと思うんですけども、まあ、中村トレーダー直接指導してきて、やっぱり資金の変化、FX のスキルの変化っていうのも、多分人間がすごく変化してるって見えてきたんじゃないかと思うんですよ。自信がみなぎってきたりとか、実際にすごく賢くなってきたりとか、何に対して自分はエネルギーをつぎ込んでいけば、一番早くお金の問題を解決できるのかってこと、全然考え方変わって異次元に行ったと思うんですよ、この1年で。そういったので、なんかね、こういう人がいましたっていう感想とかがあったら、ちょっと何人か聞いてみたいんですけども、ありますか？大体こういう塾とかコンサルやると、上手くなる人って大体 2,3 割なんですよ、うん、7割ぐらいの人は諦めちゃったか、まだ途中だったりとかするんですけども、はい、その中でもすごい上手くなってくれた人が何人ぐらい、10人か20人ぐらいいると思うんですけど、うん、その中でも僕は個別で、やらせていただいてる中で1人、まあ、名前言っていいのか分かんないですけど、星野さんとかはすごい上手くなってて、ちょっと後で動画、僕の LINE アットとかでも動画流してるんですけど、コンサル生の実績ということで、星野さんは760ピップス先月取ってたんですよ。すごいですね。で僕600ぐらいだったんで、ちょっと越されるちょっとでも本当にしっかりやられてて、検証とかフォレックステスターってやつから、すごい回すのめんどくさいツールをぐる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 回る努力もされてたんで、まあ、そういう結果にはなったと思うんですけども、760ピップス取れると普通にファンドトレーダーと同じぐらいの成績出せるので、まあ、この1ヶ月だけじゃなくて、やらなきゃいけないのはこれを3ヶ月半年1年、同じような成績を出せるようにしないといけないので、まあ、1ヶ月出したからそう、いきなりファンドやれるかって言ったらそうではないんですが、でもそれぐらいの結果が出せてると。760ピップスって、まあ、そこそこすごいトレードなんで、すごいですね、うん、まあ、1000ピップスに近いんで、うん、はい、すごい力つけたと思うんですけど、もともとは普通の人ですもんね。そうですね、なんか、まあ、今だもう働いてらっしゃるんですかね、まあ、そうですね、お勤めされてて、その合間でトレードして760ピップスなので、まあ、あとはその、ね、資金管理とか、あとはなんだこれ継続していくことさえできれば、普通にもう安泰な生活が待っているんじゃないかなと。はい、すごい、うん、まあ、それが一人ですね、うん、まあ、あとは、メールとか結果報告とかいただいた中では、とりあえず1週間で10万円ぐらい稼げるようになっている人、うん、これは僕が直接指導され知ってるわけじゃないんですけども、動画の中で何回も動画見させてもらって、1週間で10万円ぐらいは固くなってきました人とか、すごいですね、まだ資金10万円が50万になった人とかも、まあ、いますので、まあ、そういう方々はこれからも同じ成績が出せるように、1ヶ月だけだ勝てたとかに、そういう短期的なものじゃなくて、継続的にそういう結果出せるようにパフォーマンスの維持をしていく、まあ、それで満足しないでですね、負けたところの検証とか、まあ、やっていくと、まあ、ずっと勝てるようになるかなと思うので、そこまで来ればですね、割と結構安心できる生活が起これるんじゃないかなと。ああ、もうこれでお金に困んなくなったなっていう、あの安心感っていうのはすごいものが、まあ、あると思うんですけど、久保さんとかもなんかこう自分でビジネスやって結構長くて赤字出したりとかしていろいろやって中で、なんか転売とかアフィリエイトとかやって、あ、もうこれ大丈夫だなって瞬間ってあったと思うんですよね。ありますね。 あのなんかスキルが身についた時って、なんかどう転んでもマイナスにならなくなってくると結構大胆に出れたり、あとは生まれた利益をプールしておくってことができると、こっちの資金なくなってもまたこっちで復活できるやと思って、なんかどん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 良くなりますね。で、自信もつくし行動力も出てくるんで、利益ってもっともっと取れるようになってくるんですよね。うん、で勝つかどうか分かんないってことでやっぱビビっちゃったりとか、判断間違えて入れない、本来入れてはならない資金とかをやっちゃうと、まあ、壊れちゃう
けど、もう本当にね、ある瞬間から、あ、これはもう物になったなっていうのが来て、相当どじったりしなければマイナスになりようがないなっていうポイントあるんですよね、うん、そこに来ると考えることとかが別フェーズになってきて、どうやって稼いでいこうかなとか一生懸命考えている時から、どのような形でこれを増幅していこうかなっていう、ちょっと感覚、ちょっと話しにくいんですけど、言いにくいんですけど、感覚変わってくるんですよ。で、FX もね、勝てるようになってきて何を考えるかっていうと、生まれた利益をどこに置いとこうかなっていう、ね、で、利益が生まれないことがないんで、もう。はいはい。で、マイナス、まあマイナスはないんですけど、マイナスになったとしても、全資金がなくなることはちょっと考えにくいんで、まあ 10% 減とか 20% 減はこれからもあると思いますけども、でも基本的には、ほとんどがマイナスになったとしても、月末には残る形なのかなと思うと、なんかね、全然違ったものに見えますね。その恐怖とか恐れっていうのはちょっとだいぶなくなってきて、期待とか安心ってものがあるから、だからこの期待とか安心を前提にしたリスクヘッジになってくるかなと思うんですよ。やっぱり慢心してしまうと大きな穴が開いちゃったりとか大こけするんで、それはそれなりにリスクヘッジは絶対欠かしちゃいけないんですけども、うん、確かにね、ありますね。そういう気持ちになった方も結構生まれてきたのかなと思うんですけども、いや、私の方にもね、すごくね、中村さんにお聞き合わせいただいて本当に感謝してるっていう方からの連絡が1年中来てたんで、私は細かい数字までは成績まではね、そんな逐一見てないですけども、ただ、うん、本当にこれありがたい機会をいただけてよかったなと思いますし、あと、うん、私の方に寄せられてるお悩みとしてはですね、プレミアムに入ったんだけど急に忙しくなって自分の時間が作れずに、なんかサポート期間が過ぎちゃったような気がしたんだけども、夏になってみたらプレミアムセカンドがあるっていうんで、はい、いました ね、 ね、 どういうことなんだろうかって言ったら、プレミアムに参加した方は優遇で継続で参加できますよってことなんで、むちゃくちゃ喜んでましたね。そういう意味でも感謝のメールっていうのが来たりとか、まあ、オフ会行った時にプレミアムセカンド本当に始まってよかったみたいなね、うん、でやっぱりその前作のクオリティを知ってる分だけリアルタイムで乗れなかったことにものすごくね、後悔をしてるんですよね。で、今回救われたって感じなんで、本当に始めていただいて嬉しいなってことなんですけども、正式にはいつ頃から始まるんですかね、これは。もう始まってる部分もあると思うんですけど、ちょこちょこ始まってるんですけども、正式には来週ぐらいから、ちょっと一旦ライブ放送、そのサービス内容と講義の内容としては前回のものプラス、個別でコンサルさせていただいている映像をですね、はい、全部編集して大事なところだけ切り取ってアップしているのと、前回は質問回答とか、相場解説とかいろいろあったんですけども、はい、結局こうコンサル申し込んでくれた中でそのプレミアム入ってくれた人とかもいらっしゃるんですけども、その人たち そのエントリーの画像とか添削している中で全然僕が言ってること全然違うことやってたんですよ、はい、大体が、はい、でなんかそうだから僕らがやってたこの質問解答とか相場解説は確かにモチベーションの一つとしてなってたかもしれないんですけど、もっと詳しい内容とか直接聞ける機会みたいなのがあった方がいいと思うので、うん、まあ、そういうのはだからちょっと微妙なんで、見たかったら過去の動画を見てもらって、今回はそのライブ放送っていうのを、まあ、月1でやっていって、うん、でそこで全部質問回答とか、いただいた質問に、なんか事前にもらっている質問があれば回答していったりとか、そのリアルな相場を見てこういう分析をしましょうとか、やっぱりリアルタイムで分析していくことっていうのはすごい重要だと思うので、その相場解説ってよりかは、うん、そういうのメインでやっていこうと思っているので、もうちょっと前回良くなかったところとかを修正していくような感じになると思いますね。でそれが来週ぐらいから、はい、ライブ放送一回やろうかなというふうには思っております。すごいですね、それはね、すごく期待が持てるコンテンツになると思いますけども、はい、こうして切り見ると前回に詰め込めなかった部分とか新しく見えてきた部分、それから前回熟成さんとかが成長してきた部分も込みでドカーンと詰め込まれたセカンドってことになるんで、ものすごくお得なんじゃないかなと思いますね、これはね。そうですね、うん、はい、コンサル動画も見てるんで。ああ、そうですよね。はい、しかもなんか新しい企画もできればこれしたいなっていうのが、まあ、前々もね、ちょっとお話しさせていただいたんですけども、まあ、こういったライブの
対談もたまにはしていきたいなと思うんですけども、ここに今度は塾生さんが出て対談するとかね。そうですね、ね、オフ会も結構やってきましたけどこの1年ね、お互いに、はい、オフ会もやっぱり継続してやっていきたいなってこともありますよね。そのなんていうのかな、一般の方用のやつもあれば、あのセカンドに参加されてる方用のちょっと濃いやつをやるとかね、ある一定のレベル以上のことをやった方がいい、このなんていうかオフ会もあると思うんですよ、うん、でやっぱり通常のオフ会とかあのオープンでやると本当に今日初めてですっていう風な、 FX 本当初めてですっていう人に合わせてやるようになるんで、ちょっとねそこそこやった人があの聞きたいことが聞けなかったりとかして、フラストレーションもあるのかなと思いますから、うん、今度はちょっとアップグレードの中級以上の人と初心者の人と分けたようなオフ会もこと回数増やしてできればなっていうところもあるんで、それもできたらいいですね。そうですね、ぜひ東京で、はい、まあ僕は行きます、ね、出産もありますけど行きますあ、そうですよね、はい、はい。今視聴されてる方30人、ずっと30人の方が見てくださってるんですけども、まあ、これ YouTube にも上げますんで、 YouTube になったらもっともっとね、あの100名とか200名の方見てくださると思うんですが、あのだんだんあのこのライブ放送をまとめに入っていこうかなってところなんですけども、速稼塾プレミアムセカンドの方なんですけども、もうお申し込みが結構入ってきているところも私見るんですよ。それからあの今日も2件、どうやって申し込めばいいんですかみたいなこと聞かれて、まあメールとかね、Facebook のメッセンジャーでこれでおつなぎしたんですけども、改めてどのように申し込んだらいいのかってことを中村トレーダーの方からちょっと連絡いただければと思いますけども、まあ、僕か久保さんでいいと思うんですけども、その専用の申し込みページがありますので、まあ、こちらの方をまあお送りしますので、そこから申し込んでもらって、で、銀行振込とあとクレジットカード決済ができますので、まあ、どちらか選んでいただいて、銀行振込の場合は入金確認されてからこちらからメールで、コンテンツのメンバーサイトですねを送りさせていただくのと、クレジットカード決済の場合であれば、すぐに決済後にメールが届くように仕組みを作ってますので、そういう感じでメンバーサイトが送られてきますので、あのその申し込みフォームからやっていただければ、まあ、お手続きはね、はいですね、はい、ではね、この動画を視聴されている皆さん、速稼塾プレミアムセカンド本当にね参加して損はないというか、これに参加しなかったら変なのに参加しちゃいけないんでね、まあ、それだけは気をつけてほしいですね、はい、本当プレミアムセカンドだけ一本に決めていただければまあ私もそうなの、私もだから元々の第一期生というかね、何もプレミアムとかなかった頃ですから私がね、そうですね、なかったですね、うん、なんかもうやめられなくなりました私もずっとで私もやっぱりこの、まあね、学級委員長みたいにプレミアムセカンド、まあ、もしくはファーストに参加している方を全部まとめてね、いろんなことやっていこうと思うんですよ。で私もやっぱり講師の立場ではない、とてもできないんで、私も皆さんと一緒に学ぶ立場でね、あ、星野さんどうも本当よかったですねすごい星野さん来てるおめでとうございます。おめでとうございます。期待の星ですよ。そのまま。まあですんでね、私もしっかりとこう毎日の速稼塾の放送の中で、このプレミアムセカンドについては取り上げていこうと思いますし、オフ会の情報をどんどん流していこうと思いますんで、もう本当にね、FX を始めようと思ってるんだったら、もうこれに乗っかっていくしかないと思います。うん、今、その FX っていうのも、あの暗号通貨がね、ちょっとおとなしくなってきたりとか、ビジネス難しくなっていく中で、税制面のこととかも今日お話しさせていただきましたけども、これから FX のいろんな塾が出てくることは私ね疑いないと思うんですよ。いろんなもの出てきますよ。急に思い出したように出てきますよ。じゃあそれがね本当にいいのかどうかは皆さんの判断になりますけども、そんなブームとかなんとか関係なく私たちはね、特に中村トレーダー2014年ぐらいからずっとやってるわけですよ。で私も2017年から毎日やってるわけですよ。でそっちの方に一緒に足並みを合わせるのか、思い出したように暗号通貨でポシャった人がじゃあ FX みたいな塾に入るのかってことを考えたら、まあ、皆さんもね、賢明なもう頭脳をね使って考えていただければこれはプレミアムだろうということになると思いますけどオチができましたね。で、参加の希望の方は、まあ、中村トレーダーの Facebook のメッセンジャーでもいいですし、私の方にメールとかね Facebook のメッセンジャーでもいいですし、ご連絡いただければお申し込みフォームをお届けしますので、そこからお手続きしていただくってことになりますし、やっぱり不安もあると思うんですよね。本当にコンテンツを送られてくるんだろうかとか、
本当に自分でもついていけるんだろうかってところもありますので、うん、そういうところはね、すぐに入金しちゃって後悔するんじゃなくて、きちんとこういったことは私状況を抱えてるんだけども、どういうふうにやればいいでしょうかっていう相談を先にいただくともっといいですよね。そうです。場合によってはあなたはちょっと難しいんで今回やめておきましょうっていうふうに止める方もいるかもしれません。あのやっぱ投資の世界厳しいですし、 FX っているだけで稼げるなんてありませんし、力はつきませんので、毎日やった人がたどり着ける世界だと思うんですよ。本当にこれはね、私も1日も欠かさずに3年以上やってて思うんですけども、3年やったらさすがにね勝てるようになりますよ、それは。だからそれを1年ぐらいの、ね、目標でやっていただきたいなってことですよね。よく3ヶ月で稼げるようになりますとか言うけど、それ相当センスのいい人ですよ、3ヶ月は。3ヶ月はね、なかなかないですよね。難しい。覚えることたくさんあるんで、それで3ヶ月使おうと思うんですよ。まあもうそうです ね。全くサラだったらそうですね。はい。だからもう経験してて、いろんな基礎を覚えてる人は3ヶ月かもしれませんけども、その辺もそれぞれの方の足並みをね、見ながら、確認しながら、コンテンツっていうのを作られていきますし、無理なく力をつけていく。そういうこともね、プレミアムセカンドはね、先ほど一択だっていう方もいらっしゃいましたけども、まさに一択で任せていただければと思います。中丸トレーダーもね、私もそうですけども、毎日動いてますし、毎日返信する用意がありますので、どんな疑問、質問もつまずきも解決できることは、まあ、間違いないということですよね。はい。本当、あと頑張っていただくだけってことになります。じゃあ、中丸トレーダー、最後になんかね、視聴されてる方にメッセージなどありましたら、お願いしたいんですけども、いかがでしょうか。そうですね、まあ、最初の話に戻るんですけど、これから消費税上がったり、日本が少子高齢化であったり、内部留保金ため込んでる上場企業とか法人とかいっぱいある中で、結局個人がどうにかしないといけないような時代だと思うんですよね。なんで、まあ、FX だけではなくて、いろんな自分でやれることやった方がいいと思うんですけども、まあ、その手段の一つとして、いつかは資産運用とか資金運用ってものがその必要になってくると思うんですよ。まあ、事業とかやっててもやっぱ、ね、税金高いですから、そういうのも含めて、トレードっていうのは一個持っておくとすごい便利、まあ、本当に安心できるっていうか、まあ、いろんなビジネスありますし、 いろんなお金儲けの話ってあると思うんですけども、それってやっぱ時代によってなんかこう転売がダメとか、まあ、ミクシーが流行ってるぞとか、フェイスブックとかインスタだぞとか、なんかそういうアメブロとかじゃなくて、そういうのじゃなくて、やっぱ本質的なものを身につけた方がいいかなって、小手先ではなくてってなってくると、まあ、そういうトレードっていうのは一個の手段として、非常にこれから生きる上で税制面もそうですし、これからの時代もどんどん金融が大きくなっていく、金融の分野って大きくなっていくと思うので、まあ、その一つとしてトレードの勉強されてみるのも、まあ、悪くはないんじゃないかなと思うので、ぜひ来ていただければと思います。本当ですね、はい、いや今お話聞いてて本当に思います。トレードを身につけるってことは、私もうすぐ子供生まれるんですけども、なんか親の責任のような気がしてきましたね。中学生ぐらいになったら子供に家庭教育でトレードを教えて、でトレードもできるようになって、進学するのか就職するのか、トレードで行くのかっていう選択肢を与えるのは、もはやこれなんか親としても当たり前の話になってくるのかなと思いますし、これから海外を意識するような時代になった時に、なんか日本で事業活動してたら海外に持っていけなかったりするんで、トレードって世界中どこでやってもいいわけですからね。そうです、洞窟でやっても大丈夫です。そうそう考えたら自由ってものとセットで、まあ、トレードね、 FX ってものを考えていく方が、まあ、話は早いのかなと思っちゃうんですよね。まあそうですね、うん、本当にこれから流行ると思いますけどね、親子でトレードを教える人とか、うん、中国とか華僑の人たちとかってお金の勉強をすごいさせたりとか、またユダヤとかっていうのもすごい有名ですけど、お金の勉強をちっちゃい頃からさせるので、まあ、そういうのってのはやっぱ普通になっていくと思うし、やんない家庭は逆に本当に辛い時代になるかなというふうに思いますね。はい、はい、もはや本当労働とか企業経営では不遇になれないっていうかね、生活が楽になる糸口もつかめない時代についになってしまったのかなと私は思うんですよ、うん、その中で日本っていう風な通信環境が整備されて、誰もが銀行口座を持ってるよね、
こんな環境でやるのはやっぱこれトレードを置いて他にはないかなと思いますし、そのトレードを無視してもう人生ってのは成り立たないような気さえするんですよ。その中で今日ご覧いただいている、ね、多くの方っていうのは同じように可能性を見出してると思うんですよね。そしてこの、まあ、中村トレーダーの、ね、主催してくださってる速稼塾プレミアムっていうのに大きな期待をかけてくださってると思うんですよ。そこまでのお考えがあるんだったらもう参加すること一択でこれはお願いしたいかなと思いますので、ぜひねご連絡をいただければと思います。ということですよね。はい、はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。私からもね、はい、間違いないこの皆さんのねトレードの、まあ本当にやるのは皆さんなんで絶対結果が出ますよってことは言えないんですけども、結果の出る可能性はむちゃくちゃ高いと思います。その辺はね私も太鼓判を押したいと思うんですけどね。あとは一緒に頑張っていこうということしかないかなと思いますので、ぜひねこの動画今日は1時間ほどご覧いただいたんですけども、ここで一発ね勝負していただきたいかなと思います。やっぱりこのどのトレード軸を選ぶのかとか、どの手法で稼いでいくのかっていうことを決めるのも最初の投資なのかなと思いますよね。はい、じゃあ今日はこんな感じでいいですかね。1時間ちょっと10分になりましたけども、はい、はい、じゃあ中村トレーダーありがとうございます。じゃあ申し込み結構来ると思いますんで対応の方お願いします。はい、はい、始まりました。ね、またオフ会いっぱいやると思うんで、はい、皆さんにお会いできるの楽しみですね。本当ですね。ぜひ行かせていただきます。はい、じゃあまたこの何ですかね、速稼塾プレミアムセカンドにつきましては、これからも私の方からもいろいろと速稼塾の動画の方で、おすすめしていくと思いますけども、ぜひねこれ動画見られた皆さん、速稼塾プレミアムがどんなものなのか、なんかいまいち分かんないなって方とか不安とかある方は事前にね必ず相談していただきたいと思うんですよ。必ず回答は来ますんで、でその質問すれば答えてくれるっていうのはこれからもう続きますね、ずっとね。その辺は寄り添っていくことにはもう絶対大丈夫なんで放置はしませんので、ぜひついてきていただければと思います。はい、中村さんどうもありがとうございました。今日こちらこそありがとうございました。じゃあ皆さんとまたね速稼塾プレミアムセカンドでお会いできることを楽しみに今日はお別れしましょうか。はい、はい、お待ちしております。どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。ありがとうございます。失礼します。